この曲は私たちから音楽の力を通してある町へ応援の気持ちを届けたい、そんなメッセージのこもった曲です。今から6年前、宮城県沖を震源とする地震が発生し、大規模な地震災害である東日本大震災が起こりました。それは地震そのものの災害に加え、福島第一原子力発電所事故による災害も発生し、その被害の実態は目を覆いたくなるような悲惨なものでした。被災地の住民の方々を少しでも勇気づけられるよう、いろいろな復興プロジェクトが立ち上がり、私たちもあるプロジェクトの話と出会いました。それは福島県浪江町の復興プロジェクトでした。浪江町出身の歌手、五来美香さんの歌う、いつかまた浪江の空をという曲を通して、浪江の皆さんの力になれないかと思い、今日来ていただいた会場の皆様にご協力いただき、岡山から浪江に音楽を届けたいと考えました。遠く離れた町で、岡山から音楽に思いを乗せて、それでは、いつかまた浪江の空をです。